はい、皆さんこんにちは、クミテコラインです。こうして皆さんとお会いできたことに感謝いたします。さて今日はね、上町郷親方の三味唐辛子ということでやってみたいと思います。それでね、その前にね、前回の動画の七味発送企画、この方たちがね、すごい反響が大きくてですね、初日で90件ぐらい来まして、やっと先ほどね、すべての方に返信が終わったところです、ね、返信が終わらないうちに動画作ってんじゃねえよとか思われちゃうから。ただね、全部返信したつもりなんだけど、件数があまりにも多いので、もしかしたら返信漏れしてる方もいらっしゃるかもしれないので、そういう方いらっしゃいましたら、また私の G メール宛てに再度返信いただきたいと思います。ちゃんとまたね、それを見て返信しますので、漏れてる方がおりましたら、私の G メール宛ての方にまた返信してもらいたいと思います。ということでね、今こっちの方でもう一人の私が一生懸命お料理作ってるんですけど、この今日はね、和牛生ハム、私が偶然開発した和牛の生ハム風に、この親方の三味唐辛子上町郷をかけて食してみたいと思いますのでね、もう少々お待ちくださいませ。あ、できたみたいですね。はい、ありがとうございます。すげえうまそうなんだけど、和牛の生ハム、和牛の生ハム風。ちょっとじゃあ、ここからネギを巻いて食べればいいんでしょうかね、これね。じゃあすいません、失礼していただきます。うまい。噛めば噛むほど、マハムなんでね、すごいねっとりしてて、きめ細かな肉質っていうんですか、これは絶品です。じゃあ三味、これちょっとかけて、うん、うん、うまい。ちょっとタレかけて、3日間漬け込んだタレですね、牛肉の旨味が溶け込んでて、和牛これ以上美味しく食べる食べ方あったら教えてください。この山椒のね、刺激、えも言われぬこのね、香りと刺激がバーンとまず口の中に入って爆発して、その後牛肉と合わさるとね、すごくなんていう、牛肉の旨味を引き立てるっていうんですかね、辛さはすごいです。でもね、この牛肉の旨味とすごくマッチしてます。和牛が濃厚な味だからね、この山椒と唐辛子の辛みですごいマッチしてる。お互いがお互い引き立て合ってる、そんな感じがしますね。いや、うまいや。とくれば、なんだこら、金賞受賞、大吟醸、いちご桜って書いてありますね。やっぱりこれだけいい和牛のたたきには、和牛の生ハムか、やっぱり大吟醸合わせろってことなんでしょうかね。じゃあ失礼して。うまい。もしね、和牛のね、ブロックなんか買う機会がありましたらね、あまりないと思うんですけど、ちょっとやってみてもらいたいと思いますね。これ本当にうまいですよ。ただやっぱり中が生なんでね、そこら辺はちょっと、私こういうことはあんまり好きじゃないんですけど、自己責任で
お願いしたいと思います。まあ子供のちっちゃい頃からこういうものをたまに食べさせてあげたけど、腹痛とか起こしたことは一度もないですね。まあ、おっかないと思う人はやめといた方がいいと思うけど。タレがまた。神調合だけあるわ。これどんなもんにでも合いそうな万能調味料ですね。牛の生ハムだけだとまたそれはそれでだんだん飽きてきちゃうし、この酸味唐辛子かけるとね、ずっと美味しいのが継続する、口の中で。いやこれは大吟醸が進んじゃいますね。申し訳ないですね、本当に。いやうめえな、生きててよかった。というわけでね、今日は上町郷親方の酸味唐辛子と和牛の生ハム風でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。やめらんね。親方の酸味と和牛の生ハムと大吟醸が三味一体。